応ずっとつけてるこの音声の GPS ナビ、はい、ボイスキャディさんでは、うん、この CL2 という距離計、レーザーの距離計もやっています、うんうん、すごいコンパクト、うん、ちっちゃい、結構スリムですね。そう、うん、どんな機能がついてるんですか？ノーマルモードとピンモードっていうのがあって、うんうん、ピンモードはピンを測定するとブルッと振動する。あとこの手ブレっていうのはないんだけど、うん、手前と奥をこう見分けて、うん、こう距離を測定する飼育機能っていうのがついています。そう、高低差のオンとオフ、うんうんうん、2つあります。プロ、はい、これあのドラコンの競技にも使われてるんですよね。あ、そうなんですよ。あのこちら JPDA、 僕の所属しているプロの団体の方でですね、はい、実際に公式で使ってます。で使わせていただいてますね。なるほど。もう一瞬でビビっていって測れる、測れるんで、もう試合では重宝させていただいてます。計測員の人とかが、いい、ちっちゃいし、ちっちゃい、うん、めっちゃちっちゃい、うん、それで分かるかな。あ、分かる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 。男の人の拳ぐらいですね。なるほどね。うん、すごい。だいたい平均ぐらいの拳の大きさだから、うん、あ、そうなんだ、ちっちゃい、はい、ということですね、うん、このホール、はい、プロにですね、はい、ドラコンしていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、何ヤードですかこのホール？右グリーンの A かな、402って書いてある、ね、402。あ、でもここからそれで測れるんじゃないですか、ピンまで何ヤードか。あ、確かに、425って出ますけど、でピンが奥だから、うん、それぐらいじゃないですか。そうですね、うん、それぐらい。425って出ます。すごい、そんな、あんな遠いとこまで見えるんですね。いや、全然見える、すごい。そう、僕の429は多分それで計測されてるはず。なるほどね。そうですよね。ワンオンですね。バック風アゲンストです。行くかな、まあ、目指してね、同じ気持ちで、はい、行ってもらいましょう、うん。で今ね、山ちゃんが前に行って、うん、はい、本当にドラコンと一緒で落ちた地点でこう旗をフラッグ立ててくれるので、うんうん、あそこです。あれかな、 あそこで一回どれぐらいか測ってみると、でもあそこ旗までいらっしゃいます。320ですね。あの辺ぐらいかな多分。予想は、予想はでもね、本当に綺麗に見える。なんか結構ぼやけちゃったりして、なんかピント合ってんのかなみたいなのあるんですけど、これはすごいですね。しかも可愛い、うん、可愛い、色が可愛いですね。色可愛いよね、うん。ちなみにおいくらですか？これ54,500円です。性能を考えたらいいかもしれない、うん、確かに。スーパーコンパクトレーダーって書いてありますもんね。うん、うん、すごいです。可愛い、履けるまでね。大丈夫ですよ、もう絶対届かない。あ、本当？ 100% 届かない。じゃあ行きます。はい、一撃必殺頼むよ。よし、うまくいった。これね。あ、そこだ。行くぞ。316ヤード。あ、そんな感じです。このアゲンナ。316ヤードです。316ヤード。ありがとうございます。飛んでます。飛んでます。ナイスショットです。ナイスショットです。頑張りました。これすぐ測れる。そう、一瞬でしたよね。うん、一瞬。そう。すごい。これね、僕も一回計測員やったことあるけど、うん、もうヒュッてすぐ測れるんですよ。他のレーダー計測機ってこう、あれ、うん、当たってるかなとかやってるけど、うん、プッてもうすぐ。すぐ。すごい。めっちゃすごい。これめっちゃいいの。これ本当に軽くて、うん、軽いって一番いいですよね。うん、あれ以上ないぐらい当たるって良かったです。いや、ドローボールでした。ありがとうございます。ナイス。
ショットです。ありがとうございます。緊張しました。ちょっとあの、うん、ジュンさんの目が怖かったです。もうここ一発頼むよみたいな。よかった。言ったけど誰よりもホッとしました。今日の一番の仕事です。お仕事ちゃんと終わりです。終わり、ありがとうございました。7番ホールで。でもやっぱりその計測器いいですよね。いやめっちゃ速い、うん、そう僕もね最初測った時えっと思って結構衝撃的に速いですよ。一回なんか体験会みたいなのやってほしいですね。練習場とかでこうピッて測ったらどれぐらい速いかって分かるじゃないですか。ストレスないのがいい。すごかった今。多分フィニッシュ世界一ダサかった。右が嫌だったんですかね。そうかもしれないですね。あーおもろ。体がジュンちゃんもなんか一斉みたいなってたよね。なんでだろう、体が反応した。つま先上がり、ここがもしかして、あ、左足上がりだったんです。左足上がりか。分かんないけどってことにしときましょう。右の木の中、おー、ナイスショー、うまい。あ、完璧だ。うまっ。すごいっすね、今の。うわ、今めっちゃうまく打てた。ナイス。ちょっとね、左足下がってたんですよ。で、普段はアッパー打ちで打つんですけど、今頑張ってこう上から潰すって感じで打った。そしたらうまく打てました。333ヤード333。意外と飛んでる。さっきのドラコンより、さっきのドラコンより飛んでますね。あのフィニッシュがいいのかな。うん、暴れてる感じ。なるほど。ああ左。うん？やばくない？うん、ちょい左奥。滅地します。マジで。マジで簡単に測れる。そこで順ちゃんいくつ？ここで134。上り入れたら176。すぎょ。すぎょ。左から、うん、やった、うん、はい、いいとこです。弱い、バンカーです。これ本当便利です。なんか高低差多いゴルフ場結構あるじゃないですか、うん、そこら辺もやってくれるんで高低差の計算しないでいいっていうのは、うん、便利かもしれない。めちゃくちゃファストプレーになりますね。飛距離もすぐにかかってくれるし迷いがなくなりますね。そうだね、うん、86度です。
超微妙なところに入ってるんだね。いきます。おー、ナイスアウト。おー、ナイスアウト、うまい。なんか、手前がもっこりしてたんだよね。うん、なんか、冷気マットみたいなのついてましたよね。ついてた。おお、オッケー、オッケーです。ナイス、すごい。ナイス、ありがとうございます。完璧、完璧だね、うん、オッケーです。バーディーチャンス、バーディーチャンス。よし、自分で言って。何回も訪れて何回も超オーバーするから。どうやって攻めてくるか。え？え？ここですか？うん。強めます、強めますか。強め。惜しい。惜しいね。惜しいですよね。うん、惜しいです。惜しいです。ナイス、パー。パーです。スリーパットしなかっただけ。まあまあオーバーしてくる。いいね。よいしょ。右目。飛んだんじゃないですか。今めっちゃ飛んでる、ね、あ、これグリーンどこなんだろう。右っぽいよね。右っぽいっすよね、うん、337まで行ったね。あ、目動き出しましたね。341まで行って動き出しました。よし、行きます、はい、この上、一番上のとこだ多分。ナイスー。どうでしょう、行ってみてのお楽しみです。イエーイイエイ。すごいね。だった。わ、今コロ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 って行くかなと思ったんだけど、ダメでした。もうバンカーだね。カズサカントリークラブはレギュラーティーからも結構距離がある方だと思います。グリーンもね、結構傾斜が難しくて、なんか楽しい、楽しいですね。あれがグリーンだって、あれがサブグリーンだって、もっと右にグリーンがあると思う。なるほどね。そう、全然見えなかったかも。しかしたらあるかもしれない。一応ここから。あれで噛んだ。うん。うん。ちょっと手前。あ、今打ってる。今打ったやつじゃないですか。そうだ、今打ったやつだ。ジュンさんもバンカー越えてたらね。あ、いい感じ、うん、一緒です。あ、でもバンカー出てる。あ、花火出てんだ。あ、出てる。あ、よかったよかった。なかったら完璧だったんだけど。確かに。うん。
全然曲がってこなかった。狙いました。ありがとうございます。よかった。なんか跳ねた。よかったです。うまいよ。うまい。わあ、止まっちゃった。アプローチ。うまい日。ナイスパー。パー。すごい。ナイス。ありがとうございます。これ何、最後みんな入れてこうみたいなやつですか？そうです。いやー。入れた。OK。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。さやかちゃん、今日どうでしたか？今日は、まずこれ私初めて、温水つけて初めてだったんで、自動かなと思ったんですけど、なんかグリーンが見えないところとかでも残り何ヤードって言ってくれるので、それがすっごく助かりました。確かになんかいいよね、楽、片手でやれるってめちゃくちゃ楽だなと思いました。なんかスムーズにできるから、なんかこう遅くスロープレイにもならなくて、すごいいいなって思いました。どうでしたか？今日はですね、これもそうなんですけど、あのバットも。あ、バットもね。特にジュンさん。そうだ。本当に良くなってたよね。自分が体感するのもそうですけど、人が使ってみて完全にスイングが変わってたんで、影響あるんだなって。なんか私が分からなかったんだけど、やっぱ見てもらって、なんかすごい綺麗なスイングになってるって。あれを使ったら、あと力強くなってましたね。ヘッドスピードが速くなってた。すごいな、あのバット。すごかったでもすごい、もうビッグドライブ。いやいや、ありがとうございます。もう見せていただいて、本当にいろんな方向に、いろんな方面でビッグドライブ。グリーン上でも、パターもね、パターもビッグドライブ、パターもアプローチもビッグドライブしてすいません。いやいやいや、今後あの試合、はい、頑張ってください、ね、ありがとうございます、また飛距離伸ばせるように頑張ります。、はい、そう、ちょっとレッスン行こうかな、飛距離。あ、来てください、ぜひ。伸ばし行くレッスン、飛距離アップレッスン、はい、ということでその時もまたお願いします。お願いします。はい、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。かわいい、かわいいなった。